The virtual contest camera system is being developed by NHK for use in time trial sports such as alpine skiing. This system creates a virtual race between different contestants, making it easy to compare and analyze their performance. こういったタイムトライアルの競技、結果として結局 0. 何秒違いましたということでしか分からなかったものが、実際に対決させることによって距離の差ではこれぐらいになっていたかいたとかいうことがまず確認できるようになったことと、あとこういった対決している滑る軌跡ですね、コース取りですとか、あと旗門への入り方とか、そういうところの違いを目で確認できると。This system was co-developed with View Plus.It combines a 4K camera with four times the resolution of full HD and a platform which repeats the movements of the camera automatically. 最初一人の選手が滑った時にカメラマンがその選手を追いかけて撮影します。で、その時のこの雲台を操作した情報がパソコン上に残りますので、2番目、3番目の選手の時にはその情報をもとに繰り返し同じ動きをさせてやって撮影をします。そうすることによってそれぞれの選手の映像を重ねるだけで、このようにあたかも対決しているかのような映像を作り出すことができるシステムになっています。 Using a 4K camera means that if the pictures are broadcast in HD, they can be cut down to a quarter of their size without losing detail. Using this system, images can be taken with a wide view and later trimmed to create the camera work.例えばこれタイム差がちょっとついてしまった場合、同じフレームに入らない可能性があるんですけど、4K のカメラで撮ってやって、後で切り出しのサイズを決めることによって、そういったフレームアウトしてしまうということが、なるべく防ぐということができるというところがメリットになっています。極端な話、この斜面ですと全体がもう入ってしまうぐらいワイドに撮れますので、そうしますともうカメラマンが行かなくても全体だけ撮っておいてくれと、であとはサイズとかそういったカメラワーク的なところはこれを見ながらカメラマンが決めるというようなこともできます。画像処理の部分の負担がかなり軽くなっていますので、実際に今滑っている選手と前滑っている選手の合成映像というものが3秒遅れでできますので、生放送なんかで持っていってもリプレイでじゃあ今の選手の滑りを比較してみましょうということがその場でできるシステムになっています。夏のオリンピックですとちょっと時期的にもう期間がないので、その次の冬のオリンピックあたりで使っていただけたらありがたいなとは思っています。Dig Info News.